こんにちは、路地裏 TV です。今日はね、五条烏丸に来てるんですけど、お蕎麦屋さんで一杯引っ掛けたいなと思います。蕎麦は締めにして、ちょっとそれ以外にね、なんか蕎麦を使った一品のすごい多いお店で、お昼はよく行ってるんですけど、夜行くのは実は初めてなんですけどね。餃子が美味しいらしいということですね。はい、じゃあ早速行ってみます。じゃあちょっと、メニューを見ていきます。こうね、すごいんですよ。こんな感じで、まあ、旬のハモとかももちろんありますし、今日のお目当てはこのね、餃子なんですよ。蕎麦屋さんの餃子はどんなもんなんか、あと蕎麦寿司、これも気になるんでいきたいと思います。でね、やっぱ鴨ね、絶対うまいですからね。この鴨のステーキもね、いただこうかなと思ってます。芳醇ですね。でもスキッと切れるんでうまいっすね。札幌ビールうまいな。お寿司から。これね、蕎麦寿司。これ蕎麦寿司なんやっていうと、あのいわゆる巻き寿司のご飯がお蕎麦になってると。斬新ですけど、うまさなんですよね。もうね、味ついてるんで、わさびだけで。風味がすごい、一気に口の中が広がりますね。錦糸卵で巻かれてて、それがまたちょっとまろやかな味わいになって、この酢の酸味とね、絶妙ですよ。ご飯と違ってお腹にたまらへんかも。あんまりずっと食べてられるかもしれないですね。まあ、こういう発想がやっぱお蕎麦屋さんならではやなと思うんですけど。めちゃくちゃ食べやすい。ね、旬ですもんね。いや、これ肉厚やな、このハモ。すごい。あ、夏ですな。ハモはやっぱりね、身の厚みの違いがお店によってすごいバラつきあるんですけど、かなり肉厚、うん、やっぱ食べ応えがね、全然違うんでね、これぐらい肉厚の方が好きやな。ハモの骨、これはもうおやつ、酒飲みのおやつですわ。ポリポリね。このそばがきも夜お酒頼んだ人だけ食べられるらしいんですけど、ポリポリいきますわ。これはお蕎麦屋さんっていうと、まあもうズル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 って蕎麦食べて終わりもいいんですけど、このね、一品を楽しんで締めに蕎麦をすする、そんなもいいっすよね。その時来ました、餃子。ちょっとね、これかなり楽しみにしてたんですけど、思ったよりも一個がでっかいですね。棒餃子みたいな感じですかね。ではいただきます。そば麹を使って、うまっすわ。すごいな、この餃子。皮は結構つるっとして柔らかくて、グーダックさんなんですけど、なんか、ね、全然しつこくないんですよ。あっさりしてる。肉汁とかもすごい感じますけど、あっさりしてるんですよ。上品、上品なのにパンチがある。これはちょっと進みますね、これ。
はい、鴨ステーキですね。香りがめっちゃいい。かなり肉厚ですね。あったか。麹ソース。これをちょっとね、つけますよ。いきます。身がめちゃくちゃ柔らかい。やっぱ、麹使ってるから多分ね、柔らかくなってるんだと思うんですけど、旨味がもうすごいです。柔らかくて。鴨ってもともと柔らかいんですけど、この厚みでも全然食べられるっていうのはやっぱすごいですね。やっぱり、ね、あっさりしてますわ。やっぱすごい。いくらでも食べられる。福井のですね、純米大吟醸のポン。いただきます。ああ。なんかね、癖が全然ない。甘ったるくもないし、これはいいっすね。結構これ何でも合うんじゃないですかね。これは香りもいいし、この出汁の加減も最高ですね。キュッと締まった十割そばがね、ちょっとこの出汁をくぐらすことによって程よい柔らかさと風味を増しますね。結構ここまでいただいたんですけど、一回これお腹ゼロベースになりました。これ全然なんかいける感じになりました。国産のそばも日によって場所が変わるみたいで、今日は北海道の美瑛みたいですね。やっぱり締めのそばはいいっすね。いやー、うまそうでしたね。やっぱりね、そばはちょっと罪悪感少ない分食べ過ぎてしまいましたけど、あてをつまんで、こう、お酒を飲んで、最後そばで締めるっていうのがやっぱ贅沢ですね。大人な飲みだと思います。まあ、気になる方はぜひね、ランチもいいですけど、夜のこの飲み行ってみてください。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。